手相、新時代で活躍する昭和生まれの人の手相4選プラスアルファ。昭和生まれの方が人生の後半を迎えるこれからの時代、今年に入り 5G も始まり、コロナショックもあり、誰が見ても時代が急変しているのが分かりますよね。こうした中で時代の変化を前向きに楽しみ、気力、体力も万全で過ごし、社会から評価される、そんな方に出る手相を4つシェアしていきたいと思います。1、金星宮に盛り上がりがある。親指下の膨らみ部分、金星宮の盛り上がりが目立つ方。こうした手相をお持ちの方は大器であり、他者を理解しようとする心を持つ人物です。これからの新時代で活躍できる人物は、昭和と平成の価値観を統合できる人物だと言われます。要は昭和と平成の良いとこ取りをできる人物です。例えば、努力することは当然の美学であり、その結果大きな成功をつかんできた昭和生まれの方。上昇志向が感じられず、あまりやる気を見せない平成生まれの方にイライラしたりしますよね。しかし3年後には勤めている会社がなくなり、資格もすぐに古いものになり、国に勢いもない今の時代、平成生まれの若者にとって努力することが必ずしも正解ではなくなっているのです。なんせ先の通り、努力して登っている山がその途中で突然吹き飛んでしまうような時代なのですから、彼らはそういう時代に生きているのです。このようにあらゆる面で真反対ともいえるこれら2つの世代の価値観を受容できる大器の人物、価値観の異なる相手を理解しようという心持ちを忘れずに、互いの良いとこ取りをできるよう調整できる人物、こうした方が次の時代で活躍するというのは、ある意味自明のことかもしれません。 2.90 度以上に開く親指。人差し指に対して親指が90度以上開く、こうした方は考え方が柔軟な方です。ご自身の過去の成功体験に固執せず、新しい世代のスタンダードにも興味を示します。オープンな性格で柔軟な頭を持つため、新時代にも上手に乗っていけそうです。ちなみに親指が全然開かないという方は、やや頭が固い傾向にあります。頑固に自分のやり方を貫くというのも一つの生き方ではありますが、令和に入り2020年代を迎え、 5G がスタートし、コロナショックもあり、そうした時代の急変期に差し掛かっていますから、取り残されてしまわないようオープンなマインドで過ごす方が得策でしょう。3、頭脳線から伸びる太陽線。手相の基本線の一つ、頭脳線から薬指下の太陽球へ伸びる太陽線をお持ちの方。この手相をお持ちの方は、何らかのエキスパートになる素質を持った方です。ある分野で周囲から先生と呼ばれたり、専門家として活躍されることも多いでしょう。最終的に大きな成功をつかめる手相ですから、吉相ではあるのですが、成功までにとにかく時間がかかります。昭和生まれの方が人生後半を迎えるこれからのタイミングで花開く手相の一つでしょう。 4. 3本以上の手首線。手首線とは、手首と手のひらの境界に出る線ですが、この線が3本以上出ているという方は、体力、気力に恵まれている方です。昭和生まれの方であれば、これから人生の後半を迎えるという方も多いと思いますが、上手に生きれば令和も、そして次の時代も、100歳くらいまで元気に生き抜くことができそうです。もちろん体力気力に恵まれているといっても、無理や過信は禁物です。節制し上手に生きれば、生き生きとした後半の人生を過ごすことができるでしょう。おまけ、頭脳線で塞がれた運命線。運命線とは、中指方向に伸びる縦線のことですが、この線が頭脳線によって遮られている図のような手相の場合、時代の変化の波についていくことや、未来の予測や判断があまり得意でない傾向にあります。したがって新時代で苦労してしまうこともあるでしょう。こうした手相をお持ちの方は、自分一人で判断せず、積極的に他人の意見を受け入れると良いでしょう。いかがでしたでしょうか。時代は変われど、これからも人生は続いていきます。柔軟に変化し、異なる価値観を受け入れ、新たな時代でも生き生きと活躍できる人生にしたいですね。
このチャンネルでは手相や運気のことを中心に、時折健康雑学なども交え投稿しています。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録もお願いいたします。